ぴょんぴょん。うさぎが草むらにやってくると、亀とぶつかりそうになりました。亀くんはのろいな誰かを追い越したことがないのかいうさぎに言われて、亀は考え込んでしまいました。いつも亀は一生懸命歩いていたので、のろいことなど気にしなかったのです。うさぎくん、それなら二人で競争しようかいいとも。 丘の上の一本杉がゴールだよ。よーい、どんうさぎはすぐに丘のふもとに着きました。美味しそうな人参の畑があります。亀の姿はまだまだ見えません。よし、おやつにしよっと。うさぎは人参をお腹いっぱい食べると、ぐーぐー、居眠り。 よく寝た目を覚ましたうさぎはびっくりなんとかめが丘の上のゴールの近くを歩いていますしまったうさぎは慌てて走り出しましたでもいくらうさぎの足が速くてもかめを追い抜くことはもうできませんでした怠けないで歩き続けたかめはうさぎに勝ったのです おしまい